こんにちは、アヒコダンスプロジェクトの小野あきこです。今日は、以前イメージトレーニングのことで、一人称的イメージトレーニング、三人称的イメージトレーニングというお話をしたと思うんですけれども、その一人称的イメージトレーニングですね。一人称的イメージは、例えば自分の腰を深く落として、腰を持ち上げるとか、そういうイメージで、三人称的イメージは他の人がこうパフォーマンスしているのをの頭に入れてっていう、そういうイメージの方法でした。で、その一人称的イメージについて、詳しく書いている本は、この本「ダンス・イメージ・フォー・テクニック・エンド・パフォーマンス」っていう本になります。この本はエリック・フランクリンという方が書いているんですけれども、彼自身はニューヨークのジュリアードスクール、そしてロイヤルバレエスクールなどでも教えたことのあるとても有名な先生です。今ではこのフランクリンメソッドというのをいろいろなところに広めている活動をしているんですけれども、いろんな大学のダンス科やバレエ学校ですね、で教えていました。で、その具体的なやり方なんですけれども、で、もう一つ、このメソッドの特徴なんですけれども、イメージ、ダンスをする時のイメージっていうと、こう反る時に柳のように反ってとかっていうようなのありますけれども、そういう少しこう抽象的なっていうか、イメージではなくて、彼自身がアナトミーを、彼自身が解剖学を学んでいるので、アナトミーを利用したイメージを使った方法なんですね。で、例えばなんですけれども、このように、これバレエの一番ポジションのプリエなんですけれども、かかととこの座骨ですね、シットボーンって言ってますが、座骨の間にバネをこう作って、それをぐっと押して、ポンと飛ぶわけですね。こういうふうなイメージを使ったりします。一番ポジションで座骨ですね、座骨でぐっと押して、かかとを押して飛ぶという感じですね。パラレルだったら、このようにかかとと座骨の間にこうバネを作って、それをぐーっと押すようにして、このようなイメージを利用してダンスのテクニックを向上していくわけなんですけれども、この本ですね、これの他にもいろいろなイメージを利用していて、例えばこれ単重ですね、ぐるぐるっとこういうふうに車輪が回っていたり、このように足を、バレエのロンデジャンですね、足を回すときに、こういうふうに鍵盤を叩いていく、指先で叩いていくようなイメージっていうようなことを、自分で踊るときもこういうことをイメージしながらですね、教えたっていうふうに彼は書いています。ぜひこの本、ご自分で踊ってる方とか、人に振り付けをする方、人に動きを教えたりダンスを教えたりする方もとても役に立つアイディアが載ってます。イメージを利用した教え方が載ってますので、ぜひ参考にしてみてください。